こんにちは、みぴりょこです。私は今よみうりランドに来ております。今プールのエリアにいるんですけれども、今日はよみうりランドのプール Y というエリアで一日楽しんでいきたいと思います。後ろにもね、ウォータースライダーとかが見えております。それでは早速スタートです。Y 専用入場口があります。プールはここから入るみたいです。入場証を受け取りました。こういう感じになってるんだ。スタバがあります。あ、ここすごい並んでる。プール入場口、こういう感じ。あ、ロッカーがこっちなんだ。もうこの先はプールエリアみたいです。プールの入り口の売店にも浮き輪などプールグッズたくさん売ってます。水着も売ってるんだ。ここからがプールエリアになります。まず空気入れようか、浮き輪に。まだ空いてるね。朝の9時半ぐらいかな。あっという間に浮き輪が膨らみました。すごい広い。もうみんなこんな遊んでるんだ。こちらが多分流れるプールですね。で、正面にはウォータースライダーもあります。子供用のね、あのバケツがひっくり返るやつもあるんだ。ウォーターアミューズメントアイランドって書いてある。マップはこういう感じなんだ。今ここにいて、入り口から個室、ロッカーから出てきた感じです。今年初プールです。私よみうりランド初めて来ました。あ、ラーメンがある。プールに来るとこういうね、ジャンクフード食べたくなりますよね、ラーメンとか。こちらは普通の大きい広いプールです。結構やっぱり日陰がないので、テントを持ってきて、テントの中で日陰を作ってそこで休んでる人が多いですね。こちらは子供用のアンパンマンのプールです。小さいお子様用のプールですね。ウォータースライダーです。スプラッシュっていうスライダーがね、すごい怖いんですよ。さっき見てたんですけど、これ浮き輪とか使わずに体でこう滑り台みたいな形で落ちてくるスライダーで、かなりね、衝撃がありそうな。一直線なんですよ、まっすぐ。ちょっと今お子様が降りてくるんですけど、多分このスライダーがよみうりランドのプール Y の中で一番怖いんじゃないかな。すごいスピードが出そうですね。で、その隣のぐるぐるしたスライダーはそこまでスピードは出なくて緩やかなスライダーじゃないかなと思います。直線なんですっごい勢いが出ますね。こちらが波のプールです。よみうりランド Y って書いてありますね。今波は出ていなくて不定期で波が来るみたいですね。さっき波来てた時見たんですけど、結構ね、波大きかったです。実際の海よりもね、大きい波が来てました。プールに併設されてというか、遊園地があるんですよね。あそこも遊園地になっていて、こうプールで遊んだり遊園地で遊んだり、こう交互に楽しむこともできます。お子様用の滑り台もありますね。ステージ上のご案内です。ミルランドって観覧車2つあるんだ。11時より遊園地内観覧車じゃないのかな。
波のプールに波が出てきました。結構ね、実際に入ると波高いんですよね。楽しかったです。今日は日曜日なんですけど結構空いてますね。水温は、生ぬるい感じ、そこまで冷たくないです。やっぱ夏はいいですね、プール暑いので気持ちいいです。はい、こんな感じでフードトラックもあります。なんだろう、ハンバーガーかなと、あと焼きとうもろこし、じゃがいも、かき氷、タコライスなどもあります。でここだけじゃなくて、向こうのね、波のプールエリアにもいろいろ食べ物はあります。ラーメンとかもありました。焼きそばとかもあります。焼きそばを買ってきました。これ具はないのね。特にあるよ、る下にある。あ、本当だ、ちゃんと野菜も入ってた。キャベツ、おいしい。じゃがバターと焼きとうもろこしです。なんか笑ってる。あ、これすごい、今バケツがね、ひっくり返りました。このバケツ今ね、バケツひっくり返るのを待ち構えてんのよ。あれ、水がいっぱいになるとひっくり返るでしょ、絶対。そうだね、取り出すんだけど。まだかな、結構時間かかるのかな、いっぱいになる。続きまして、お昼を食べた後はこちらのジャイアントスカイリバーというスライダーに乗りました。4人まで乗れる大きな浮き輪に乗って滑るスライダーなのですが、こちらが一番楽しかったです。こちらは別料金になるのですが、空を飛んでいる感覚ですごく気持ちよかったです。乗ってよかったです。はい、プールエリアから出てきて、よみうりランドの遊園地の方に来ました。こんなになってるんだ。日清フードファクトリー、大きいやかんがありますね。 UFO だ、 UFO ファクトリーだ。入ってみましょう。できるみたいです。よみうりランドって今こんな風になってるんだね。なんか最新じゃない？コスモワールドよりすごくない？こっちは新しいエリア、新しいよね。グッチョバって言うんだ。だってリポビタンデーとコラボしてたりさ、新しい。リポビタンデーとか新しい。うん、新しそう。やりやりちゃん、リポビタン下がりやりやすいことだ。ラムネ作り体験ができるみたいです。どういう風にやるんだろう。服用のノート、全部キャンパスなのか。あ、そうだね、ひらめき。オリジナルキャンパスノートを作れるみたいです。ね、面白い。で、こうやって作ってるんだ。キャ
ンパスチャレンジ、 VR 体験ができるのか。ファッションファクトリーワールドがやってるんだ。アンパンマンションがやってます。壊れたんじゃなくてドキンちゃんが壊しちゃったの。テーブルに手をつけないように投げてください。やばい。1個入れば3等賞、3つ入れば1等賞。おしいですよ、3つ目だ。まず1個、ラスト2時40分に行くの。明日もご覧ください。残念しよう。あ、惜しい。あ、惜しい。もっと左、もっと左。信じるよ。もっと左。プールも遊園地も一日たくさん遊んで大満喫でした。都心からのアクセスもいいのでまた行きたいです。皆さんもこの動画を参考にぜひ訪れてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。